今回はですね、ユミデジの新しい端末、ユミデジの A11 とですね、もう一つね、結構面白いね、ワイヤレスイヤホンが発売になりますので、そのね、セール情報を紹介したいと思います。それではね、ユミデジの A11、スペックの方がね、判明しましたので、そちらをまず見ていきたいと思います。 まあ、弓デジの A11 なんですけれども、まあ、弓デジの A シリーズということなので、基本的にはね、まあ、エントリークラスのスマートフォンになります。で、今回の一つの特徴としては、まあ、このデザインですね。この背面にですね、結構ね、こういった文字が入っているデザインで、まあ、これはですね、最近ちょっとリアルミーなんかに見られるね、デザインなので、まあ、ちょっとね、そういった中国のメーカーでは流行している、まあ、デザインなのかなと思います。まあ、そういったものをね、いち早く取り入れている、まあ、弓デジという感じですね。あとはですね、これ、メタルフレーム ということでこの周囲がねまあ、金属製のフレームになっているんですけれどもまあこれがちょっとね角張ったデザインになっていてちょっと iphone ぽいデザインになっているんですよねでユミデジの端末はですね結構ねまああの背面がガラスのものが多いんですけれどもこちらも今回ねこれガラスになっているようなんですがなんかマットガラスということでちょっとこうねこの今映像にも出ていますけれども曇ったような感じで要は指紋がつきにくくてあとこう変にねピカピカしないようなちょっと落ち着いた雰囲気を出すようなガラスになっているようです ディスプレイの方はね、6.53インチというものになります。解像度の方は HG プラスなんですけれども、やはりですね、これちょっとね、横のデザインが出てますけれども、ここがメタルフレームになっていて、まあこれがね、電源ボタンだと思いますけれども、やっぱりちょっとね、iPhone っぽい感じが出ていて、この角バったデザインってね、結構人気があるんじゃないかなと思います。 で、こちらの端末はですね、弓、ま、出、あ、ジの最近の端末についている、まあ、体温計も搭載しています。で今回2.0ということでより正確に測れるようになったというものになってますので、まあ、このね、体温計の機能というのはまあ今ね、現状弓出時ぐらいしかやっていないので、まあね、こういった時期ですので、こういった機能があるのは非常にありがたいですよね。 カメラの方はトリプルカメラですね。で、カメラのデザインは意外と無難になっているので、この辺はね、使いやすいかなと思います。まあ、ユミデジのね、A9 とかね、A9 Pro とかも大体似たようなカメラデザインでしたけども、まあ、あまり好き嫌いのない無難なデザインかなと思います。 でカメラの方はメインカメラが1600万画素、広角カメラが800万画素ですね。で、マクロカメラが500万画素に、一応ここに先ほど言ったね、温度計と、あとライトがついてるということなので、まあ、やっぱりね、カメラ性能のね、この辺のスペックの数字を見ても、まあ、安いスマートフォン、エントリークラスのスマートフォンだなというのはわかると思います。で、安いね、スマートフォンなんですけども、一応ですね、まあ、夜景モードを搭載しているようです。 で、広角カメラは、まあ、120度のウルトラワイドアングルカメラということなので、まあ、結構広めかなと思いますけど、まあ、最近ね、結構120度以上のものも出てきてますんで、ま、あま、あ標準的かなと思いますけれども、まあ、120度あればね、ま、あ十分広角のカメラと言えるんじゃないかなと思います。で、インカメラはね、一応800万画素で AI セルフィーカメラということなんで、一応 AI 機能を搭載しているようです。 SoC の方はヘリオの G25 ですね。まあ、アンツベンチマークでは10万点いくかいかないかぐらいの数字じゃないかなと思います。で、ヘリオのね、まあ、この G 品番というものはハイパーエンジンゲームテクノロジーということで、まあ、ちょっとね、ゲームに最適化された、まあ、機能なんかも搭載されていますので、まあ、比較的ね、まあ、新しめの G 品番のものはね、新しい SOC になるんですけれども、まあ、それをね、搭載してきたということになります。 バッテリーは 5150mAh ということで、まあこの辺はまあ結構普通かなと、まあ最近であれば当たり前の容量だと思います。あとですね、タイプ C のポートに対応しています。まあさすがに最近ですね、安い端末でもタイプ C に対応していますので、まあこれは当たり前といえば当たり前ですけれども、まあこの時期にね、まさかマイクロ USB だったら結構ね、まあドン引きしちゃいますけれども、とりあえずタイプ C に対応しています。 あとはですね、サイド指紋認証センサーと、当然ね、顔認証、フェイスアンロックにも対応しています。あとはですね、えーっと、カスタムキーですね、専用のボタンがあるようです、ね。これは今までの弓デジの端末にもあったんですけれども、まあ、どの程度ね、ちょっとカスタマイズできるかというところが使い勝手に影響してきますけれども、まあ、ちょっとね、その設定が変えられないものもあったりするかもしれないんで、これはちょっと実機でね、確認してみないとわからないんですが、まあ、一応その温度計に割り当てたりですね、ライトに割り当てたり、 あと、プッシュトークですね。トランシーバー系のアプリにも割り当てられるのかなと思いますけれども、ちょっとこれはね、実機でその設定を確認しないとわからないんですが、まあ、そういったね、物理的なボタンがね、ついているというものになります。 sim スロットはで、ね、トリプルスロットに対応しています。まあ、sim カード2倍プラス、マイクロ SD カードが利用できます。で、この端末はね、まあ、ユミレジの端末なので、日本のね、まあ、4G のバンドにはほぼ対応しています。まあ、au、ドコモ系のね、プラチナバンドにも対応していますので、えー、これはですね、ずっとね、ユミデジさんがもう昔からやってきて、まあ、日本で人気になった秘訣なんですけども、やっぱりね、日本のバンドにしっかり対応しているということで、トリプルスロットプラス、まあ、日本のバンドフル対応ということなんで、この辺はね、まあ、その性能は低いものですけれども、まあ、 で使うということであればこれは使いやすいと思いますねで android バージョンは11になってますねこの辺もね安い端末ですけれどまあ、最新の os に対応していますで、この辺のね、えー、今これデザイン出てますけどもやっぱりかっこいいですよねこのちょっとメタルフレームと角ばったデザインがまあ、iphone っぽくもありますけれどもやっぱりちょっとねそのカクッとした感じスクエアな感じが非常にかっこいいと思いますね はい。それでは次はですね、スマートフォンではありませんけれども、弓デジのワイヤレスイヤホンを見ていきます。これもですね、同じ、同時期にセールが始まります。弓デジのエアーバッツ U というものになります。で、デザインがですね、ちょっと変わったデザインと言いますかね、なんとなく弓デジらしいね、えー、なかなか斬新なデザインじゃないかなと思います。で、カラーも白、赤、黒と3色あるみたいで、まあ、デザインっていうのはね、最終的に好き嫌いはありますけれども、 なかなか斬新で面白いんじゃないかなと思います。なかなかかっこいいですよね。全く新しい U 字型デザインということで、やっぱりこのね、エ、え、アーバッツ U ということなんで、このね、切れ込みが U 字になっているというところが特徴的かなと思います。で、カラーはね、3つということで、まあ本当にこれデザインはね、好き嫌い分かれますけれども、まあ個人的にはなかなか斬新で可愛らしいデザインかなと思います。で、イヤホンの重量が 4.3g ということなんで、まあ非常に軽量になっているということですね。 えっと、1 3ミリのダイナミックドライバーということで、まあ、大型ダイナミックドライバーを搭載していますということです。まあ、これは実際に音を聞いてみないとわからないんですけれども、まあ、一応ね、まあ、大型のドライバーを搭載しているということになります。あとはですね、一応ノイズキャンセルをね、搭載しているようです。 あとは、このね、もちろんケースでこれ充電できるようになってますので、このね、ケースを満タンにしておけばおそらく24時間使えるということだと思います。まあ、なので、1日持って歩くにはまあ十分なね、バッテリーの容量になっているということですね。 こちらもですね、まあ、大体最近の、まあ、イヤホンに搭載されていますけれども、まあ、ここを、ね、タップすることによって、イヤホンのところをタップすることによって、まあ、再生ですね、音楽の再生だったり、一時停止とか、あとね、トリプルタップで音声アシスタントを起動できるようです。あと長押しで、えー、次の曲に飛ばしたりですね、そういった操作がこのね手元といいますかね、耳元でできるようになっています。 一応ですね、IPX5 に対応していますね。だから防水、まあ生活防水みたいな感じで、まあ水がかかっても大丈夫、まあ雨なんかがね、急に降ってきてもまあ大丈夫というような防水には対応しています。 あとはですね、このね、イヤホンの面白いところは、このユミデジアップということで、えっ、ー、と、なんか専用のアプリがあってね、このアプリを使って細かい設定とかね、管理ができるようになっているようです。なかなかですね、こういった低価格の、まあね、イヤホンでここまでできるものがありませんので、これは結構ね、ユミデジもね、まあ挑戦してきたなという感じですね。なかなか面白いですね。 それではですね、今紹介してきたユミデジの新しい商品2つなんですけれども、とりあえずね、ユミデジの A11 スマートフォンなんですけれども、こちらの価格をまあ紹介したいと思います。もうすでにユミデジのね、アリエクスプレスのユミデジのオフィシャルストアの方に販売ページができていますけれども、まあ、現在は約22000円からという価格になっています。 まあこれがですね、5月の12日のセールからになりますけれども、えっ、ー、と、3ギガの方がですね、ここ一応3ギガの64ギガ、64ギガの1ニッパーの2つのモデルがありますけれども、まあ安い方ですね、3ギガの方については99.99 99ドルで販売されるということです。 ということなので、まあ、万1000円ぐらいでしょうかね。まあ、日本円で1万1000円ぐらいだと思います。で4ギガ1ニッパーの方が119.99ドルということなので、まあ、日本円で1万3000円ぐらいですかね。という価格で販売されます。 まあですので、やっぱり性能ね、見ても、まあヘリオの G25 ですし、あとカメラの性能もですね、まあ1600万画素だったり、まあ完全にね、まあローエンドのスマートフォンですので、まあ1万円前後で買える、まあスマートフォンということであれば、まあスペックを見てもね、価格を見ても、 まあまあ納得できるかなと思います。ですんでね、特別優れた機能があるというものではありませんけれども、まあ価格とですね、あと日本のバンドに対応しているっていうところと、あとやっぱデザインですよね。やっぱり安い端末ってちょっとデザイン的にね、いまいちのものがあったり、ちょっと安っぽいものがありますけれども、まあ弓デジは比較的ね、えー、もう過去の実績から言っても、結構ね、安い端末でも、 仕上げはですね、結構高級感があるということですし、まあ、最近その弓デジの A7S とかですね、弓デジの A9 とかですかね、そういったものはガラスのパネルではなくて、プラスチックの背面を。 背面だったんですけども、やっぱそうなってくると、ちょっとね、その高級感っていうのがね、どうしてもプラスチック感が出てしまうので、反面ですね、こちらの端末は1万円前後の安い端末なんですけども、先ほど言った通りメタルフレームにガラスということなので、価格の割にはおそらくね、高級感なる端末になっているんじゃないかなと思います。まあその辺がね、まあ売りになっている端末だと思います。 もう一つね、先ほど紹介しました、ユミデジのね、新しいワイヤレ製本、ユミレジのエアーバッツ U ですけれども、こちらの方は今5646円で販売をしていますけれども、同じように5月の12日からのセールで24.99ドルですね、えー、日本円で2700円ぐらいで販売されます。まあこれはですね、まあ音質うんぬんっていうのがあるので、ね、なかなか評価難しいんですけれども、ただね、そういった専用のアプリがあったりとか、まあデザイン的なところを含めたり、 まあ、あとはね、だいたい安いね、ワイヤレスイヤホンって、まあ、2、3000のものが多いかなというところを見ていくと、 まあまあね、えー、まあ妥当な価格じゃないかなと思います。まあとこのデザインですよね。まあユミネジって結構デザインセンスは結構あるかなというところもありますんで、まあスマートフォンもそうですし、まあこのイヤホンもね、なかなか斬新なデザインで格好はいいんじゃないかなと思いますので、そういったね、やっぱり見た目、やっぱり毎日持ち歩くものなので、まあ見た目もね、結構重要だと思います。そういった部分ではね、えー、カラフルだし、まあおしゃれな感じもあるし、 まあ、アプリでね、管理できたりと、なかなか目新しいところもありますので、まあ、これも面白いんじゃないかなと思います。あとですね、これは以前に紹介していますけれども、まあ、合わせて、今紹介したね、ユミデージの A11 と a i r b a d s u ですけれども、こちらね、プレゼント企画もやっています。まあ、これは A11 が11台ですね。で、ワイヤレスイヤホンのが100個もらえるね、プレゼント企画になっていますので、まあ、一応参加は無料になります。えー、これはもういつも一緒ですね。SNS のアカウントをまあね、フォローしたりですね。 え、カートにね、商品を入れたりすることによって、エントリー数が上がって、当たる確率が増えますので、まあ、こちら参加は無料になってますので、興味のある方はね、こちらの方を参加してみてください。まあ、買わないまでも、もしかしたら当たるかもしれません。今回ね、紹介しました、ミデジのね、新しい商品2つなんですけれども、 ま、購入先の方はね、まあ、動画下の説明欄の方にね、リンクを貼っておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。セールの方はですね、5月12日の、まあ、日本時間で16時からですね、4時からとなりますので、えー、まあ、どうせ買うならね、やっぱりプレミアセール、一番最初のセールが結構安く購入できますので、そちらで購入することをお勧めします。はい、今回は以上です。